第二次世界大戦オーバーロード作戦のルマンディ上陸作戦のルマンディ上陸作戦は第二次世界大戦中の1944年6月6日に連合軍によって行われたドイツ占領下の北西ヨーロッパへの進行作戦正式作戦名ネプチューン作戦なお上陸からパリ解放までの作戦全体の正式名称はオーバーロード作戦 作戦当日だけで約15万人、オーバーロード作戦全体で200万人の連合国の兵員がドーバー海峡を渡って北フランスコタンタン半島のノルマンディ海岸に上陸した現在に至るまで歴史上最大規模の上陸作戦である。本作戦は夜間の落下山部隊の降下から始まり、続いて上陸予定地への空襲と艦砲射撃。 早朝からの上陸要集定による敵前上陸が行われた。上陸作戦に続くノルマンディー地方の制圧にはドイツ軍の必死の抵抗により2ヶ月以上要した。ノルマンディー上陸はヨーロッパ戦線の転機となった作戦であり、第二次世界大戦中最もよく知られた戦いの一つでもある。本作戦で用いられた用語 D では作戦結構日を表し、 現在では主に作戦開始当日の1944年6月6日について使われる。1941年のバルバロスサ作戦によるドイツ軍のソ連侵攻以来、ヨーロッパ本土でのドイツ軍戦力のほとんどが東部に向けられていた。ソ連のヨシフスターリンは危機的な状況を緩和するため、イギリスやアメリカに対して西部に第二戦線を築くことを再三要請していた。 イギリス軍は第一次世界大戦同様に正面からの攻撃を繰り返すのではなくヨーロッパを周囲から攻撃することを提案した。アメリカ側は前線の延長を望まなかったこととイギリスの勢力拡大意図について心配したためドーバー海峡を渡っての上陸作戦を行うようイギリス側を説得した。ドーバー海峡を渡っての作戦は1942年中に ブレストかシェルブールへの限定的上陸のスレッジハンマー作戦、1943年以降の北フランス上陸のラウンドアップ作戦が立案、また周囲からの攻撃では北西アフリカ上陸のジムナスト作戦、ノルウェー上陸のジュピター作戦が立案されていた。しかしスレッジハンマー作戦は準備期間が短すぎ、 上陸しても半島に閉じ込められるだけで吸引できるドイツ軍兵力が小さいことから早々に放棄された。また、ジュピター作戦も放棄。結局北アフリカのドイツ軍を排除する統治作戦が実行され、ラウンドアップ作戦は1943年以降になることとなった。結局ラウンドアップ作戦は1943年中に実施できないことが判明したため、 1944年までずれ込み、作戦名もオーバーロード作戦に変更された。1943年には北アフリカから北上した連合軍がイタリアに上陸したが、戦線は動かなかった。1943年11月28日テヘラン会談において、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルト、イギリス首相ウィンストン・チャーチル、スターリンが討議し、 1944年の5月には、第二戦線を開くことが正式に合意された、ノルマンディ上陸作戦の作戦計画図。赤は、ドイツ軍の部隊。輸送路が短くて済むが防御の厚いパドカレーを避け、落下産部隊の降下と感染による、攻撃、揚陸を組み合わせている計画立案のプロセスは、連合軍総司令部のスタッフによって1943年の1月に、 始められた。1944年4月28日には、南デボンで上陸演習、タイガー演習が行われたが失敗し、749人のアメリカ軍の死者を出した。連合軍上層部は、この失敗がドイツに伝わり、大規模な上陸作戦の用意をしていることが露見することを恐れた。しかし、ドイツ軍情報部はそこまでの詳しい情報は、キャッチしていなかった。 イギリス本土基地からの連合軍戦闘機の航続距離は上陸地点の選択を非常に制限した。地理学的に上陸地点はパドカレーとノルマンディの2地点に絞り込まれた。パドカレーがイギリス本土から距離的に最短であり、上陸地点として最適だったが、当然のことながらドイツ側も連合軍によるパドカレーへの上陸を警戒しており、その防御が強力だったため、 連合軍は上陸地点にノルマンディを選択した。1942年のカナダ軍のディエップ攻撃での失敗から連合軍は最初の上陸でフランスの港を直接攻撃しないことに決定した。ノルマンディ正面への広範囲な上陸はドイツ軍にとってブルターニュ西海岸のシェルブール港とパリからドイツ国境へ向けての2つの攻撃の脅威となることが 予想された。ノルマンディは、ドイツ軍の婦人が薄く、上陸は予想されなかった地点であったが、戦略的には、ドイツの防御を混乱させ分散させる可能性を持つ、攻撃地点であった。1943年12月に、連合国遠征軍最高司令部最高司令官として、ドワイト・アイゼンハワーアメリカ陸軍大将が、1944年1月には、 本作戦の地上部隊最高司令官である第21軍集団司令官にバーナード・モントゴメリー・イギリス陸軍大将が任命された。計画の段階で海からの上陸が3個師団、空挺部隊が2個旅団要求された。モントゴメリーはすぐに初期攻撃の規模を海からの攻撃を5個師団、空からを3個師団増加させた。合計で47個師団の投入が承認された。 内訳は、イギリス軍、カナダ軍、自由ヨーロッパ軍26個師団に、アメリカ軍21個師団である。提督バートラムラム勢教式下で上陸用、終艇4000隻及び艦砲射撃を行う、軍艦130隻を含む6000を超える艦艇が投入された。陣容は、戦艦アーカンソー、ネバダ、テキサス、ウォースパイト、ラミリーズ、ネルソン、ロドニー、 重巡洋艦5隻、軽巡洋艦20隻、駆逐艦135隻など、空軍中将トラフォードリー・マロリー教式下2000機の空挺部隊を運ぶ輸送機を含む12000機の航空機が上陸を支援した。ドイツ軍に対して投下するために合計5000トンの爆弾が準備された。最初の40日間の目標は次の通り定められた。 その後3ヶ月の目標は次の通り進行作戦の目標がパドカレーでありまたスキアラバドイツ占領下のノルウェーに進行する準備が整っているとドイツ軍に思い込ませるため連合軍はボディガード作戦という大規模な疑惑作戦を展開したこの作戦の一部として行われたのがフォーティチュード作戦であるこの作戦は フォーティチュードノースとフォーティチュードサウスの二つからなっており、架空のアメリカ軍次第が、偽の建物と装備と共に作られ、偽のラジオメッセージがイギリス各地に送信された。さらに作戦により、現実味を持たせるため、その架空軍団の指揮官には当時謹慎中だったパットン将軍が指名された。また、上陸地点を南フランスであるとした疑惑作戦。 コッパーヘッド作戦を策定し、バーナード・モント・ゴメリー大将の影武者として、M.E. クリフトン・ジェームズ・ショーイーを北アフリカに派遣した。当然、ドイツ軍も実際の上陸地点を知るため盛んに、諜報活動を行っており、イギリス南部の広範囲にスパイ網を持っていたが、不運なことに連合国側に寝返った情報員が多く、ほとんどの情報は、 上陸地点がパドカレーであることを確認するものであった。疑問は可能な限り続けられ、その地域のレーダー及び軍事施設への攻撃は継続された。この作戦は徹底したものであり、ノルマンディに1トンの爆弾を落とした場合は、パドカレーに2トンの爆弾を落とすという具合で、あくまでノルマンディ方面はフェイントであり、パドカレーが 連合軍の主目標であることを印象づけることを目的としていた。また、フォーティーチュードノースを支援するために、スカイ作戦という疑惑作戦も展開された。これは、スコットランドから無線更新を使用して、進行作戦がノルウェーあるいはデンマークを目標としていることをドイツのアナリストに認識させるために行われた。ドイツ軍は、この架空の脅威のため、 この地域の部隊をフランスに移動させなかった。連合軍は上陸に備えて特殊装備を開発した。パーシー・ホバート少々指揮下のイギリス第79機構師団の装備する特殊車両は、ホバーツ・ファニーズ・ザ・ズーと呼ばれた。同士団が開発、装備した車両軍は、水陸両用の DD ・シャーマン、地雷除去戦車、シャーマンクラブ、 戦闘工兵車チャーチルアバー、火炎放射戦車チャーチルクロコダイル、火強戦車チャーチルアークなどである。1944年5月当時、上陸作戦に備えてイギリス国内に駐留したアメリカ兵は約150万人に上った。また、補給物資を効率的に揚陸するため、マルベリーと呼ばれる人工港湾施設をアメリカ軍とイギリス軍がそれぞれ一つ準備した。 このマルベリーは戦艦、浮橋、消波ブロック及び沈船を組み合わせたもので、ルアーブル港を使用できるようになるまでの半年の間、燃料をはじめとする約120万トンの補給物資の揚陸に用いられることになった。さらに、フランス各地に対する空襲が強化された。交通網は寸断され、防衛準備のための機雷搬送に遅れが出たため、 上陸前に設置できなかった。また、フランス市民の死傷者も増加し、防衛専用に約9万床増設された病院のベッドは、フランス市民の入院者によって使用されていたという。作戦予定日は当初5月1日となっており、テヘラン海岸でソ連に通告された。しかしその後3週間の延期が決まり、さらに6月1日に変更された。 5月15日には再び変更され、作戦予定日は6月5日となった。かねてから自由フランスのカリスマ的指導者であるシャルルド・ゴール将軍の強硬な態度を嫌っていたフランクリン・ルーズベルトはこの作戦に参加させないように、従っていたが、ウィンストン・チャーチルの説得で直前に知らせることにした。この作戦を二日前に知ったド・ゴールはすぐさま、アイゼンハワーの下におき、 フランスでの戦闘は、フランス人が行うべきであって、指揮を取るのは私でなくてはならないと激しく詰め寄ったという。アイゼンハワーも、作戦の参加を認めないわけにはいかず承諾したものの、結局フランス軍は小規模な兵力で望まざるを得なかった。フランスの防衛は、正方総軍が担当しており、その総司令官は、ゲルトフォン・ルントシュテッド陸軍元帥であった。 1943年11月、ヒトラーは、連合軍フランス侵攻の兆しを、もはや無視することはできないと考えており、エルビン・ロンメル陸軍元水を、フランス北部防御の任務を負った、B 軍集団の司令官に任命した。奥井は、イギリス側が上陸を仕掛ける地域を、カレー、ノルマンディ、ブルターニュのいずれかであると推定していた。しかし、連合軍の疑作戦により、カレーが、 上陸地点であると考えるようになった。また、パットン軍団の存在を重視し、同時手発上陸計画が存在すると確信していた。B 軍集団の支配下として、カレー付近には第15軍、ノルマンディー付近には第7軍が配置されていた。ルントシュテッドとロンメルロンメルは、北アフリカでの経験から、連合軍の進攻を防ぐ方法は、ただ一つ、敵がまだ海の中にいて、 泥の中でもがきながら陸に達しようとしているとき水際で徹底的に殲滅することであると確信しており気候部隊の海岸近辺への配置を望んでいたしかしロンメルの考えは B 軍集団の上位にある西方総軍総司令官ルントシュテットの考えと対立するルントシュテットは内陸部に連合軍をあえて引き込み 連合軍の共闘歩がまだ固まりきらないうちを狙って撃滅する作戦を指示した。両者の論争を解決するためにヒトラーはフランス北部で運用可能な気候手団6個のうち3個をロンメルに与えるが残りの3個は海岸から離れた位置に温存配備しヒトラー直接の承認なしでは運用できないとすることで戦術の方向性は 接中案のような形をとって決着する。この判断は後になって問題になった。上陸が行われた後、ヒトラーが残りの三個師団の運用許可を出すのに時間がかかった。ため防衛側は残りの三個師団を有効に活用できなかった。また、後方に温存されていたため沿岸部に向かって移動する最中に連合軍の戦闘爆撃機などに襲われ移動速度は低下。 また移動中に多くの戦車を喪失する結果となった。大西洋の壁の建設範囲、大西洋の壁と呼ばれた大西洋沿岸の防衛状態は、ヒトラーが計画を強力に推進したにもかかわらず、進行していなかった。ヒトラーが連合軍が上陸する地点だと固執したため最も、構築が進んでいた加齢方面でも80%前後。 ノルマンディに至っては計画の20%前後の進行率でしかなかった大西洋の壁は連合軍の攻撃を弾き返すための強力な防御施設であるとされドイツの背後をつこうとする連合軍を大西洋に叩き返すと内外にプロパガンダされていたそれを現実のものにするため ドイツが注いだ力は凄まじいものだった。膨大な量のコンクリート、セメントが集められ、徴用された何万人もの労働者たちが、ヒトラーの言う心的特管工事を進めた。だが、あまりにも膨大な建設資材の発注に対して、特に鉄鋼材は少量しか入手できなかったため、旋回レールを備えた、大法人地などの強力な施設の数は、少数にならざるを得ず、 フランス軍が独仏国境に構築したマジノ専用塞やドイツ軍が構築したジークフリート専用塞から設備を取り外してまで建設を進めていた。そもそもノルウェー沿岸からスペインにまで達する3000マイル以上の大西洋沿岸すべてを要塞化することが不可能なのは明白だった上にこの時期のドイツは明らかに西部戦線よりも 東部戦線の方に力を注がなければならない状況であった。43年の末に B 軍集団司令官に着任したロンメルは41年から北アフリカにおり大西洋の壁に関するプロパガンダを信じ壁はほとんど完成したものと思っていたがノルマンディ沿岸の防御施設を視察した後大西洋の壁の有効性に対する意見だけは ロンメルとルンとしてとの間で完全に一致した。それは敵よりもむしろドイツ国民に対する宣伝用の記念碑的な苔脅しであり、大西洋の壁はドイツ宣伝省によるプロパガンダに過ぎないということであった。連合軍が上陸するのはノルマンディであると考えていたロンメルは着任の後全力でノルマンディ沿岸の防御施設の構築を推し進めた。 ロンネルは手に入る限りの資材、人員、武器、兵器をすべて投入したが、その中でも地雷は最も多く投入され、ノルマンディ沿岸の全体に埋められたその数は約600万個以上であったという。その他にも波打ち材の海中に建てられた杭には地雷を、くくりつけ、砂浜に障害物を置き、空艇部隊が降下しそうな地域を増水させ、 罠を設置するなどできる限りの備えをしていたが、この時のドイツ軍には、これらの防御陣地に入るべき人員に関して大きな問題を抱えていた。ちなみに、大西洋の壁の中で一番堅固だったのは、カレー方面ではなく、チャンネル諸島だったのではないかと思われる。ヒトラーはドイツが占領した、この英国本土の一部をことのほか重要視しており、また、 英国がいつか全力で奪還にかかるだろうと信じていた。そのため、ヒトラーの命令で、チャンネル諸島は完全に要塞化され、1941年の4月30日から当初駐屯していた第216不評師団に、変わって1940年の11月に新たに編成された第319不評師団が駐屯するようになった。 ロシア戦線での敗北などのせいで、ドイツ陸軍が牽制をどんどん変更し一個不評師団に所属する不評の人数が減少の一途をたどる中、第319不評師団は、海戦時の牽制を維持していた上に、戦車大隊や機銃大隊まで配属されていたため、実に2万8000人もの人員を誇った。しかもそれは、陸軍だけの人員であり、空軍や、 海軍などの人員を含めると実に4万近くものドイツ兵が駐屯していた。これは島の住人2人に対してドイツ兵が1人いる計算になった。しかもヒトラーがチャンネル諸島を重要視していたためこれらの部隊は配置転換されることもなく対戦を通してそのまま島に駐屯し続けた。しかしヒトラーの予想とは裏腹に 英国側はチャンネル諸島を奪還しようとはしなかった。コンステレーション作戦のような奪回作戦が提案されたこともあったが要塞化された島々に正教な手段が中屯していたのと市民に対する損害が大きくなると予想されたこと、そして何よりチャンネル諸島を奪還することに戦略的な意味がなかったため取りやめになっている。ドイツ側もヒトラー以外は連合軍が チャンネル諸島の部隊を無視して、フランス本土に上陸するのではないかと薄々感じており、アントニー・ビバーの著書によれば、第319不評師団はフランスに駐屯していた同僚たちから、王立ドイツ敵団兵士団やカナダ師団と揶揄されていた。その揶揄は、ある意味正しく、結局上陸作戦が発動した後もチャンネル諸島は、英国海軍に、 周囲の海域を封鎖された以外は基本的に放置され、第319師団はドイツが無条件降伏した、次の日に英国海軍駆逐艦ブルドッグの艦上で正式に降伏した。この時点でフランスに配備されたドイツ軍兵士の実に6人に1人がオリジナルサウンドトラックバタリオンに所属していたという事実がある。これらの将兵は部隊名が表すように主に ドイツより東方に位置する国からの出身者で構成された部隊のことである。当初は文字通り義勇兵が多かったのだが、戦局が悪化するにつれ占領区域からの強制帳簿や捕虜収容所から志願者を募るという方法で部隊が編成され、お世辞にもその戦闘力は高いと言いが高かった。また、東方戦線でドイツが主勢に転じた後は、 戦力として当てにならないどころか、集団脱走や組織的造反の可能性すら出てきたため順次、西方に送られた。d d 当時のフランスには約200個大隊もの東方大隊が存在しており、この約半分はフランスに駐屯していた、ドイツ国防軍の師団に配属されていた。普通の師団は1個大隊、多い場合は2個大隊もの東方大隊が、 それぞれの師団に配属されていたのである。残りの半分は、軍集団司令部や、軍団司令部に配属されており、状況に応じて戦線に投入された。彼らはあくまで、ドイツ国防軍所属の兵士であり、武装親衛隊が編成した、東方出身者による、機遊兵士団とは別の存在である。歌手官や将校は、ドイツ人だったが当然大半の兵はドイツ語を喋ることができず、 訓練の水準も低く、武器も古いものしか支給されなかった。当然だが一部の部隊を除いて士気は、総じて低く、連合軍の部隊が近づいただけで、すぐに降伏してしまうものが多かった。アゼルバイジャンやトルクメニスタン出身の兵士に、ドイツ軍のために、フランスの地で、米軍や英軍と戦って、死ねという方が無茶なので、これは無理からぬことだと言えよう。 スティーブン・アンブロースが書いた D-Day の中にはドイツ人の歌手官を射殺した後機器としてアメリカ軍に降伏したポーランド人部隊の話が紹介されている。わずか3人で40人もの捕虜に投稿されたアメリカ兵たちは非常に面食らったという。無論、ドイツ国防軍も別にこの東方大隊がドイツ兵と同じように戦うと思っていたわけではなく、彼ら東方大隊を使って 広報地域を抑えておくことで、その分ドイツ人の兵士を前線に派遣できると考えていただけである。もちろんこの場合、一番の問題は広報地域だったはずのフランスが広報地域ではなくなってしまったことだが、ほとんどすべての方向から攻められていたドイツには広報と呼べる地域は本国ぐらいしかなかったのだろう。また、このフランスは広報地域であるという認識、 扱いは東方大隊に関してだけではなかった。当時のドイツ軍では東方戦線で燃え尽きるまで戦った師団は戦線から抽出しフランスに送ってその地で再建していたため連合軍が上陸した時点でフランスに駐屯していたドイツ軍の多くはよく言えば東部戦線帰りのベテラン悪く言えば東部戦線ですりヘルるまで戦った師団の残余だったのだ。ロンメルが B 軍集団司令官に着任してから一部盛況な部隊が配属されるようになったが、それらの部隊は主にパドカレー方面に配属され、その他の戦域では2 0 0級の部隊が主に沿岸部を防衛していた。東方戦線にほとんど全力を傾注していたドイツは、大西洋沿岸防衛のために、今まで軍役を免除されていたものまで徴収して、部隊を編成していた。 その中には消火器の問題を抱えているものをまとめて、舞台にしたり、第一次世界大戦で戦ったことのある老人、もしくは、ドイツに送り返された、傷病兵などが含まれていた。また、連合軍による昼夜の爆撃により、フランス国内の輸送路は分断され、ドイツ本国からの補充兵や物資はなかなか前線に届かなかった。ドイツ空軍はこの時、 フランス北部沿岸全体に183機しか戦闘機を保有していなかったが、国防軍最高司令部は、このうちの160機をフランス北部沿岸地帯から移動させる決定を下す。それは、ドイツ本土への空爆に対応させるためと、残り少ない戦闘機を、とりわけ爆撃の激しいフランス北部沿岸で損耗させることを避けるためだったが、 国防軍最高司令部が海の荒れる6月には連合軍は上陸しないと見ていたのも大きな要因である。このおかげで6月6日当日の上陸作戦に対しリールにあった JG-26 からヨーゼフ・プリラー大佐とハインズ・ボダルチック軍装のカル2機の FW-190 戦闘機が出撃し上陸中の連合軍に1回の機銃装者を加えたのが ドイツ空軍戦闘機が唯一行った上陸作戦に対する攻撃となった。しかし、その状態は当日のみで、ドイツ空軍の立ち上がりは早く、D で翌日には15個以上の飛行隊が下級的速やかに移動され、その結果約300機ほどの戦闘機が西部戦線に配備されたが、連合軍空軍に比べると明らかに劣勢であり、7月に、 入る頃には170機ほど失い壊滅的状態に陥った。このため、制空権はドイツ空軍の手に入ることはほとんどなかった。その戦力差を考えるとどうともしがたい状況だったのだが、ノルマンディで散々連合軍の戦闘爆撃機に悩まされることとなったドイツ兵たちは、我々の空軍はどこだと嘆くこととなった。航空勢力はほぼ壊滅していたが、 残された空軍地上要員はまだ多く、ゲイリング空軍総司令官は彼らを集めて空軍地上部隊を編成することを決める。まともな訓練も受けずに不評手段として戦闘に投入されたこれらの部隊はほとんどが大きな損害を受けた。ドイツ海軍総司令官のカールデーニッツ元帥は大西洋の防壁を支援するため U ボートを敵上陸に備え配備した。 内訳は、ベルゲン、スタバンゲル、クリスチアンサンドに、中央グループの36隻が、ラントビルトグループは15隻が、ブレストに、ロリアン、サンナゼール、ラパリスに、計21隻が、いずれ行われる、敵上陸の警戒潜水艦部隊として各地に、オンズオンされた。ただし、そのうちシュノーケルを装備した、改良艦は8隻しかなかった。また、 ドイツ海軍には海戦以前から大型艦は乏しく、しかも1942年にフランスにおいて激しい英軍の空襲からの損耗を避けるため北海へと移動し1944年にはフランスには小艦艇のみが残存するだけであった。連合軍が徹底的にオーバーロード作戦を取得したにもかかわらず、ビルヘルムカナリス海軍大将が指揮するアップベアは オーバーロード作戦が開始される前兆として、BBC 放送が、ベルレーヌの、秋の歌台一節の前半分、すなわち、秋の日のビオロン論のため息のを暗号として、放送するという情報を掴んでいた。これは、連合軍の上陸地下し準備して待機せよという、イギリス軍特殊作戦執行部発で、ヨーロッパ大陸の対ドイツレジスタンス全グループに、 当てられた合図の暗号放送であった。放送予定は、当月の1日、または15日。アップベアが見込んでいた通り、6月1日、午後9時の BBC 放送ニュースの中のコーナー、個人的なお便りでこの暗号は放送され、アップベアは、国防軍最高司令部と華麗方面を防衛する、第15軍司令部、西方軍集団総司令部、 B 軍集団司令部に警告を発する。第15軍は警戒態勢に入ったが、B 軍集団機下でノルマンディ方面を守備する第7軍は何の連絡も受けなかった。奥井で連絡を受けた作戦部長、アルフレート・ヨードル大将は、陸軍参謀本部の第3課長、連ネ大佐に警告の件を伝えたが、連ネ大佐は格別な措置を取らなかった。 秋の歌の最初の部分の録音をお聞き終えると、マイヤーは、直ちに第15軍の参謀長、ルドルフ・ホフマン少将に報告した。暗号の第一部が発せられました。どうやら何かが始まりそうですと彼は言った。コーネリアス・ライアン、史上最大の作戦65ページ6月2日、奥井から暗号傍受の連絡を受けた、西方軍集団総司令部のフォンルントシテットは、 B 軍集団のロンメルがこのことを承知済みと思い込んでいたため何の指示も行わなかった。しかし B 軍集団情報主任参謀アントン・シュタウブ・バッセル大佐は秋の歌に関する情報など聞いたことがないと戦後主張している。6月3日、ロンメルは妻マリアへのプレゼントを買うためパリに出かけ、西方軍集団は本日もなお進行切迫の情報なしと、 相当大本営に連絡している。しかし B 軍集団では、進行が切迫していると推定し、海岸障害物の改築を指令したが、この完成予定日は6月20日であった。6月4日、ロンベルは、妻の誕生日を祝うためと、B 軍集団に少なくとも五個師団の指揮権を異常するようヒトラーと直接交渉するため、副官のフォンテンペルホーフ大佐とヘルムートラング大尉を連れ、 午前7時、B 軍集団司令部のある小さな村、ラ・ロッシュ・ギュイオンを立つ。この日、ドーバー海峡付近は激しい暴風雨に見舞われていたためアイゼンハワーは作戦期日の1日延期を決定し、D では6日になった。ドイツはこの悪天候が9日まで回復しないであろうと予想し、連合軍の上陸はないと判定したため幹部の休暇要請を許可している。 前述のロンメルのほか海軍総司令官、カール・デー・ニッツをはじめ、西方軍集団情報主任参謀、マイア・デトリング大佐、情報を担当する国家保安本部軍事部長、ハンセン大佐も休暇をとっていた。しかし、連合軍は6日に天候が回復すると観測していた。ドイツ軍は大西洋方面の気象観測基地を多く失っており、予報にかけては、 連合軍が有利であった。6月5日、ドイツ時間午後9時15分、秋の歌第一節の後半、ミニシュミテキタブルに裏話は、アップベアによって傍受される。これはやはりソエ初の放送された日の夜半から48時間以内に、上陸は開始されるとの暗号で、アップベアは、直ちに関係する、各部隊へ警報を発したが、史上最大の作戦の著者コーネリアスライアンも、 謎としているように、各部隊は表だった対応を取らなかった。西方軍集団司令部参謀長、ギュンター・ブルーメントリット大将は、商業ラジオで作戦を予告する軍司令部など、この世にあるはずがないと、この情報を無視した。シュタウブバッセルも別ルートから情報を得て、B 軍集団参謀長、ハンス・シュパイデル中将に連絡した。しかし、シュパイデル中将も、情報を重視せず、 西方軍集団司令部に相談せよと言ったのみであった。下ウブバッセルは西方軍集団司令部に連絡したが、第7軍への警戒司令は必要ないと連絡された。またしても警戒態勢を取ったのは華麗方面に展開した第15軍のみであったが、上級司令部に通報を行わなかった。連合軍の戦乱はノルマンディの上陸地点から四時間のところにいた。そして、 3時間後には1万8000名のパラシュート部隊が夜の飛ばりの降りた田園地帯に降下しようとしていた D-Day の警報を受けなかった唯一のドイツ軍部隊の展開地域の真ん中へである。コーネリアス・ライアン史上最大の作戦147から148ページペガサス強上陸開始に先立って海岸付近のドイツ軍を撹乱し反撃行動を妨害し 上陸部隊の内陸進行を容易にするため、トンガ作戦を開始。イギリス第6空挺士団、アメリカ第82、第101空挺士団が、ノルマンディ一帯に降下作戦を開始した。A 第6空挺士団は午前0時10分過ぎ、最初に活動を始めた部隊だった。彼らの主任部は、ソードビーチから、やや南東にある、内陸進行に必要な、 ペガサス教徒ホルサ橋の二つの橋の占領確保、そして作戦の最も困難な部分は4本の大口径砲を備えたメルビル砲台陣地の無力化であった。これらの方は上陸艦隊に対する脅威とみなされており、遅くても午前5時30分までに無力化せよと命令されていた。百五十五名の A 第六空挺師団は橋と砲台の周辺に第一波は パラシュート、第2波はグライダーで強硬効果、着陸を試み、作戦を開始する。発射は短時間で確保することができたが、メルビル砲台陣地の攻略は困難を極めた。襲撃に先立ち0時30分から行われた砲台陣地への予備爆撃は砲台を1台も破壊できず、予備爆撃の最中に着陸するはずだった空挺師団に火力を増強するための装備を、 満載したグライダー隊は一機も到着できず、砲台陣地を攻撃する予定の部隊700名は、広い地域に散らばってしまったため、指揮官、テレンソットウェイ中佐のもとに集合できたのはわずか150名であった。この不利な状況にもかかわらず部隊は、勇敢に攻撃を開始し、約70名の死傷者を出しながら午前5時15分には、砲台陣地は破壊され、 任務達成を知らせる黄色い信号弾が打ち上げられた。砲台守備兵200名のうち、生存者は22名だけだった。サントメールエグリーズの境界にある、82、空挺師団ジョン・スティール二等兵の人形。ドイツ軍がいる、街の真ん中に降下してしまった、スティール二等兵のパラシュートは、境界の塔に引っかかり、彼は捕虜になるまで死んだふりをしていたノルマンディー地方の、西方。 ユタビーチのあるコタンタン半島には、米第80に及び第101空挺師団が降下していたが、彼らの任務もまだ困難に遭遇していた。一部はパイロットの経験不足で、また一部は降下困難な着陸地点のため、部隊は広い範囲に散らばって降下した。ドイツ軍は空挺部隊の行動を阻むためにこの地方の川を、せき止めて沼を作り出しており、 少なくない数の兵士たちがこれらの沼に降下して、溺死し、輸送機から飛び出すのが遅すぎた者たちは海に降下して、溺死した。24時間後、第101空挺師団のうち3000名だけが集合できた。多くが敵の後方を歩き回り戦うことを継続させられた。第82空挺師団は6月6日の早朝にサントメールエグリーズの町を占領し、同地は 信仰によって解放された最初の町となった。輸送機は西から東へ進んだのだが、半島を横切るのに12分しかかからず、降下が遅すぎたものは英仏海峡へ落ち、早すぎたものは西海岸から冠水地帯の間に落下した。あるものは飛び降りるのが遅すぎ、下の闇をノルマンディだと思いながら英仏海峡へ落ちて溺死し,した。 一緒に降下した兵士たちはほとんど重なり合うようにして、沼に突っ込み、そのまま沈んだきり上がってこないものもあった。コーネリアス・ライアン、史上最大の作戦ピアニッシも、199から200イギリスのモント・ゴメリー将軍の葬式の下、西から順に、ブラッドレー将軍式のアメリカ軍担当の、ユタ・オマハ、デンプシー将軍式のイギリス軍担当の、ゴールド・ジュノー、 ソードの5つの艦区に分けられた。各艦区は A から始まる投資のコードネームが付けられた3つから4つのブロックに分けられ、さらに各ブロックは、レッド、グリーン、ホワイトの3セクタに分けられた。航空機の爆撃、艦船からの艦砲射撃、空挺部隊効果の支援のもと、水陸両用戦車を配備した第一次上陸隊が、共闘砲を確保し、第二次上陸隊以降が、 突破口を広げる計画が立てられていた。そして1944年6月6日午前6時30分、5つの艦区で一斉に上陸を開始し、上記のドイツ軍の防衛態度の意見の混乱から、オマハ以外では犠牲を少数にとどめ上陸を果たした。嘘じゃない。と彼は叫んだ。信用しないのなら、ここへ来て、自分の目で見たまえ。途方もない戦乱だ。 信じられない眺めだ。ちょっと間が空いて、再びブロックの声が戻った。その戦団はどちらへ向かっているのかね。受話器を握りしめたまま、プルースカットは銃眼に目をやって答えた。まっすぐ私の方へだ。史上最大の作戦ピアニッシュも247、戦艦レバダからの艦砲射撃。ソードビーチでは A 第3不評師団が上陸に成功し、 彼らの死傷者は少数であった。彼らはその日の終わりまでに約5マイル進撃したが、モントゴメリーによって計画された目標のうちのいくつかには到達できなかった。主要目標のカーンは D デ y の終了時にもまだドイツ軍の支配下にあった。第一特務旅団は2つのフランス兵部隊を伴ったイギリス海兵隊第4コマンドに引き入られて第二波として上陸した。 彼らはウィストラムに個別の目標を持っていた。フランス兵部隊の目標はブロックハウスとカジノであり、第四海兵隊の目標は海岸を見下ろした二つの砲台であった。ブロックハウスはコマンドのピートでは破壊が困難であったが、カジノは戦闘戦車の支援によって撃破された。イギリス海兵隊第四コマンドは 目標の二つの砲台がすでに砲の外された砲がだけだったことを確認した。不評部隊に仕上げの手続きを任せて、第一特務旅団の残りと合流するために、彼らはウィストラムから内陸へ移動し、続いて第六空挺師団との合流を目指した。ドイツの S ボートの出現に備えるイギリス海軍の高速魚雷艇。 ジュノービーチに上陸したカナダ軍は11機の 155mm 砲、10砲台及び9機の 75mm 砲中砲台に直面した。またそこには、機関銃のスト、トーチカや他のコンクリートホルイ、そしてオマハビーチの2倍の高さの護岸艇が立ちはだかっていた。第1波は、オマハ以外の5つの D で上陸拠点のうちで、最高の50%の死傷者が出た。 障害にもかかわらず、カナダ軍は数時間のうちに海岸に上陸し、内陸への進軍を始めた。第6カナダ気候連隊は15キロメートル内陸のカーンバイユー間のハイウェイと交差するという目的を達成した唯一の連合軍部隊だった。d デイの終了までに1万4千人のカナダ兵が上陸に成功した。また、第3カナダ師団は上陸拠点で、 激しい抵抗に直面したにもかかわらず、他の連合軍部隊より内陸に進行した。d デ a における最初の反撃は、第21装甲師団がソードとジュノーの間で行った。また6月7日及び8日には、共闘法を構築したカナダ軍に対し第12、SS 装甲師団、ヒトラー・ユーゲンとの反撃が行われた。ゴールドビーチでは、部分的に、 水陸両用車アーマンの到達が遅れ、死傷者が増えることとなった。また、ドイツ軍は海岸上の村を防衛拠点として強化していた。しかしながら、第50師団は障害を克服し、その日の終わりまでにバイユーの周辺に向かって前進した。ジュノーのカナダ軍を除くと、第50師団より目的に接近した部隊は存在しなかった。 イギリス海兵隊第47コマンドは最後に上陸した英軍コマンド部隊でゴールド東のルヘメルの陸上に進出した。彼らの任務は内陸に進撃し、西方に向かい敵領内へ10マイル進軍し、ポールアンベサンワンを背後から攻撃することだった。この石灰岩の断崖で守られた小さな港は英軍にとって沖合のタンカーから海底パイプを通じて、 燃料供給を行うために初期の最重要目標となっていた上陸用集停内の兵士たち。オマハビーチにおいては、米第一不評師団が最悪の苦難を経験した。ここでは他の海岸に比べ特殊走行車両の装備が少なく、さらにオマハに割り当てられた水陸両用戦車27両の多くは高潮の影響で次々と浸水し、 海岸に到着する前にほとんどが失われた。さらに上陸用、終停実績も戦わずに沈没するハプニングに見舞われている。しかも、連合軍にとって悪いことに当初海岸に配備されていたドイツ側の守備隊は2009の第716不評手段と予測されていたが、実際は東部戦線における激戦の戦闘経験を持つ、 第352不評手団であった。第352不評手団は、連合軍の知らぬ間に、オマーハ正面へ婦人しており、その加点の多くが、事前の航空爆撃や、艦砲射撃にも生き残り、上陸部隊を猛烈に攻撃していた。彼らは海岸を見下ろす険しい崖の上を拠点とした。公式記録は次のように述べる。上陸10分以内に、 部隊は指揮官を失い活動能力を失った。指揮を取るすべての士官及び可士官は戦死、または負傷した。それは生存と救助のための闘争となった上陸部隊の第一波は、独軍守備隊の抵抗により、海岸へ釘付けとなり、死傷者が続出。そこへ第二廃行の部隊が次々に詰めかけ、海岸線はパニックに陥った。その光景はさながら、 地獄絵図そのものであった。多大の犠牲を払いながらも、連合軍は午後1時頃には防衛線を突破。夕刻までには 1.5km ほど内陸へ進出した。2500名とも4000名とも言われる多数の死傷者が出たが、それにもかかわらず生存者たちは再編成され内陸に進撃した。死傷率が一番高かったので、ブラッティオマハと呼ばれている。 奥岬のドイツ軍コンクリート要塞は、米第二レンジャー大隊の攻撃目標であった。彼らの任務は、敵の砲火のカロープと梯子を用いて高さ約30メートルの崖を登り、ユタとオマハを射程とした要塞内の方を破壊することであった。部隊は到達に成功し、おそらく前日の爆撃中に移動された方は見つかり、破壊された。 上陸部隊の死傷者の割合はほぼ50%だった。オマハビーチとは対照的にユタビーチでの死傷者数は197名で全上陸間区中最小であった。これは潮流や視界不良などにより当初予定されていた上陸地点を東に2トルほどずれたのがかえって幸運だったためである。2万3000名が上陸を果たし彼らは内陸に進撃を行って 先人空挺部隊との連絡に成功した。連合軍の揚陸風景、第二不評師団戦闘後の揚陸一旦上陸拠点が確保されると、2機のマルベリーが分割され、イギリス海峡を運搬された。1機はアロマンシュで構築され、もう1機はオマハビーチに設置された。しかしながら、オマハのマルベリーは6月20日の暴風で破壊された。このため、 連合軍の物資の揚陸が3日間ほど停止した。アロマン志向では9000トンに及ぶ物資が毎日陸揚げされ、1944年8月末にアントウェルペンとシェルブール港が確保、運用されるようになるまで続けられた。海岸に配置されたドイツ軍防衛部隊は、訓練不足及び補給の不足、1週間にわたる爆撃によりその抵抗は弱体化していった。 唯一の例外がロンメルによって、三郎から、オマハビ一防衛のため移動させられた第352、不評師団であった。同師団の強固な防御陣と、連合軍情報部が考慮したドイツ軍第716、不評師団の2大隊が投入された可能性が、同艦区の死傷者の激増の原因となった。また、多くの上級指揮官が演習を行うため前線を、 離れていたことが状況をより悪化させた。また、米空挺部隊が北部ノルマンディに分散して降下したことも混乱を増す原因となった。米空挺部隊は別に最初から分散して降下するはずではなかったのだが予想を上回る対空砲火のせいで輸送機が分散してしまい、その結果広範囲にわたって降下するはめになってしまった。しかし、そのせいで、 ドイツ軍は降下してきた米軍空挺部隊の実数がつかめず対応に苦慮することになってしまった。また、上陸が始まった後も連合軍の仕掛けたフォーティテュード作戦は機能し続け、ドイツ軍上層部はかなり長いことノルマンディへの上陸は加齢上陸を容易にするための陽動作戦ではないかと疑い、加齢方面の兵力を動かすタイミングを逃してしまった。 ノルマンディへの上陸作戦を主攻撃だと断定して、カレー方面の部隊に移動命令が下った頃には、すでに状況は手遅れだった。こういった悪条件にもかかわらず、第21装甲師団は、ソードとジュノーの間で反撃を行い海岸への到達に成功した。しかし対戦車砲による強固な抵抗と、彼らが遮断されてしまうという恐れから6月6日の、 終わりまでに撤退することとなる。いくつかの報告書によれば、上空を飛ぶ空挺部隊の観測が退却決定に影響した。連合軍の進行計画は、初日にカランタン、サンローガーン及びバイユーを確保し、ユタとソード以外の海岸を連携させ、海岸から10から1 6キロメートル進出することであったが、実際にはどれも達成できなかった。 作戦全体の死傷者は予想より少なく、共闘歩は予想されたほどの反撃は受けなかった。上陸に続く優先事項は、共闘歩の連携、カーンのダッシュ、シェルブール港の確保と安全な補給の確立であった。ドイツ第 12SS 装甲師団、ヒトラー・ユーゲントは6月7日、8日にカナダ軍を攻撃し、大損害を与えたが、前進することはできなかった。 その間に各管区の海岸はすべて制圧され統一された拠点となった。連合軍はドイツ軍より急速に前線を強化していった。彼らは海岸にすべてを上陸させなければならなかったが、連合軍の制空権を呼び、フランスの鉄道網の破壊はドイツ軍の移送を停滞させ危険なものとしていた。ユタとオマハ広報の地域はボカージュによって特徴を付けられた。 高さ3メートル、視界古くからの土手と池垣は、それぞれが100から200メートルにも及び、戦車、攻撃、視界を妨げ理想的な防御陣地を形成した。米兵の展開は遅れ、シェルブールへの進撃は、多数の死傷者で苦しめられた。空挺部隊は停滞する進撃を再開する、要再三要求された。ヒトラーは、シェルブールの防衛部隊が、連合軍に、 共闘法を与えないことを期待したが、指揮官は6月26日に降伏した。これにヒトラーは激怒し、軍法会議を恐れた第7軍司令官、フリードリ・ヒドルマン上級大将は、振動から心臓発作を起こして死去した。ノルマンディ地方のカーンサンロー・ファレーズでは激戦となったが、8月25日パリを解放した。また、ソ連軍は、 ノルマンディ上陸作戦に交応した作戦として、東部戦線において、6月初めに、ビボルグペトロザボーツク攻勢を、6月末に、全面的な攻勢作戦である、バグラチオン作戦を実行した。作戦開始当初、ルントシテット・トロンメル両司令官、シュパイデルビー軍集団参謀長、そして、奥井作戦局長、ヨードル大将、最高司令官のヒトラーは就寝中であった。 相当大本営と奥井は、ノルマンディに連合軍の上陸行動ありと連絡されたが、これはカレーへの本格上陸のための要動であると判定していた。そのため作戦局長のヨードル大将や寝起きが強烈に不機嫌なヒトラーを起こさなかった。起こされた、シュパイデル参謀長やブルーメントリット西方軍。 集団参謀長も当初は、陽動作戦であると見ていたが、連合軍の作戦範囲があまりに広かったために対応は遅れた。シュパイデルらがこれを本格上陸と断定できたのは、日の出の後であり、ドイツ本土ヘルリンゲンの自宅にいたロンメルが、連合軍上陸開始の連絡を受けたのは、午前10時15分に至ってのことであった。ロンメルは直ちに司令部に戻り、指揮に当たった。 ヒトラーが起床し、作戦会議が開始されたのは、正午になってからであった。しかし、奥とヒトラーはなおも、上陸作戦を主作戦ではないと見ており、第二の上陸作戦を警戒していた。もしノルマンディーへの上陸が陽動だったとしても今の、内に叩いておかなければ、主攻撃が来た時に十分に対応できない、と、ロンメルやルントシュテットが説明しても無駄だった。このため、 ドイツ側は、ノルマンディーへの対処に全力を注ぐことはできなかった。ドイツ海軍のデイニッツは、U ボートを敵上陸に備え配備した。また、ドイツ海軍には海戦以前から、大型艦は乏しく、しかも、英軍の空襲からの損耗を避けるため北海へと移動し1944年にはフランスには、総海部隊、小海、港湾防衛のための小艦艇が残存するだけで、あった。 6月6日1時にドイツ側司令部に最初の警報が入った。進行艦隊は航行中であったが、パリのクランケ提督は降下作戦の段階で、主上陸作戦の開始と判断した。3時15分部中、デーネッツ提督は海軍軍令部第1課より、フランスの降下部隊の報告を受けた。3時20分ノルウェーの中央ユーとグループに警報が発令され、待機。 3時45分には、フランスビスケーワンのラントビルというボートグループにも、警報が発令され35隻の U ボートは、最後の出撃である。浮上して、全速航行。攻撃する敵機は撃退せよとの命令に従い、行動した。さらに、05時には、大西洋のスノーケル付きの改良を U ボート5隻に、全速で、フランス西部へ向かえと指令が出された。 しかし、1時45分にラントビルトの U-256 が、小海機の攻撃を受けたのを皮切りに、6月7日までの24時間に4機の英軍機撃墜と引き換えに、6隻の U ボートが重大な損傷を受けて、ブレストに帰還を余儀なくされた。また、ラ・パリスよりのケーテル単位の U-970 と、大西洋からのバーデン中尉の U-955 は、失われた。 水上艦隊は、ハインリッヒ・ホフマン少佐の第5水雷艇隊の水雷艇 T28 名ベ、ヤグアーが第一陣として6月6日未明にルアーブルから出撃した。3隻の水雷艇は、ソードビーチ沖の艦隊に対して、雷撃を行い、自由ノルウェー海軍の駆逐艦スベンナーを撃沈した。攻撃後、敵弾を回避し、帰還に成功。 翌日7日夜間にも出撃し複数の戦艦と10.5センチ砲で砲撃戦を行った。6月6日の作戦開始から8月末のドイツ軍敗走までに連合軍は甚大な被害を受けた。アメリカ軍は12万4394人が死傷した。そのうち2万668人が戦死し1万128人が行方不明となった。 英連邦軍は83,045人が死傷、15,995人が死亡し57,996人が負傷し9,054人が行方不明となった。気候戦力は連合軍全体で4,101両の戦車を失った。空軍もまたその損失は大きかった。上陸支援のための出撃で4,101機の 航空機と16,714人の空軍兵が失われた。上陸前の爆撃作戦でも2,000機の航空機と1万2,000人が損なわれた。ドイツ国防軍は6月6日の作戦開始から8月末までに15万8,930人が死傷した。さらに1,050両の戦車を失い、2,127機の航空機が撃破された。 戦闘を通じて55個のドイツ軍師団が半潰し、そのうち7個師団は完全に解散となった。全体的に見た場合、この作戦は成功であったとするしかない。連合軍はフランス上陸に成功し、第二戦線を構築した。その結果ドイツ軍は陸上でも日正面作戦を展開することを余儀なくされ、ほどなく東部戦線で赤軍が開始した。 バグラチオン作戦に満足に対応することができなかった。この作戦でドイツ中央軍集団は壊滅的な打撃を受け占領していた地域のかなりの部分を失い、挟み撃ちになったドイツは継戦能力を大きくそがれることとなった。しかし一つの作戦として見た場合はオーバーロード作戦は完全に成功したとは言い難い。まず、 作戦でもかなり重要なポイントとされていた大規模な港湾の確保に手間取ってしまったことが挙げられるだろう。作戦の初期段階でダッシュするはずだったシェルブールは6月26日まで抵抗を続け、占領時点で港湾施設はドイツ軍守備隊により完全に破壊されていた。この港湾は8月末まで機能しなかった。同じく作戦の初期段階でダッシュするはずだった。 カーンも占領に手間取り、連合軍が同志及びその周辺地区を完全占領下に置いたのは7月27日になってからであった。作戦開始から40日間の間に達成するはずだった目標をどちらも達成できなかったということになる。港湾施設の占領の遅れに起因した悪影響として重装備の揚陸が大幅に遅延し、通常補給にも多少の遅延があった。 ただし、D プラス10日には、ノルマンディ海岸で、人工港のマルベリー港が稼働を始め、上陸部隊の物資不足は引き起こさなかった。ドイツ軍の守備の妙もあり、連合軍は、どの方面でも予定通りに進撃することができず、ノルマンディ以外のフランス解放はかなり遅れた。1944年8月、南フランス上陸作戦が行われたが、ドイツの抵抗で、 プロバンス地方が解放されただけであり、フランス全土の解放は、イタリア戦線で1945年1月、連合軍がゴシック戦を突破し、イタリア北部からフランスへの進撃が始まるのを待つ、こととなった。対米和平に傾いた、ルントシテット元水は7月2日に更迭され、西部方面軍司令官には、キュンター・フォン・クルーゲが就任した。クルーゲとロンメルは不仲であり、 西部方面軍の結束はさらに乱れた。また、反ヒトラーグループに参加していた、シュパイデル参謀長もロンメルに対して、対米和平とヒトラー排除を進言するようになり、ロンメルも対米和平を唱えるようになった。これは後に、ロンメルが粛清される原因ともなった。6年後に勃発した朝鮮戦争においては、このノルマンディ上陸作戦をモデルとして、ニ川上陸作戦が立案された。 アンツェオ上陸作戦とノルマンディ上陸作戦の反省を踏まえて慎重かつ周到に準備した結果、北朝鮮軍の抵抗が予想以上に少なくわずか3日でソウルを奪還した。宝島社発行、漫画本島にあった。世界の珍兵器コレクションのパンジャンドラムの交三章ありがとうございます。